ごん、聴ありちとうござズですでこれ。今回は、あのー、まあ、ハムスターがこんな感じで出ると思うんですけど、まあ、こんなことでどうでもいいんです。あのー、グラフィックボード、エ p ペックスをすると壊れます。なぜか知んないんですけど。燃えたように熱くなります。壊れちゃいました。<laughs> 壊れたっていう言い方正しくないから、そのファンが、ブルーってなって、壊れちゃうんですよ。もう、おかしくなっちゃってるんですよね。だから、 また、た今使ってるのが、あの、RTX の 5700XT ってやつなんですよ。で、CPU も、あのー、まあ、X の方じゃないんですよね、確か。だから、もう、買い時かなって感じで。でも、お金ないんですよ。<laughs> お金ないんですよ、マジで。だから T X、RTX66、6600XT ってやつ買いたいんですけど、それも買う金ないんですよね、正直。だから、ちょっとバイト生活に戻る感じかなって。 あ、待って、バカバカ、お前、バカバカ。何やってんのバカバカバカ。ねえねえねえ、やめてくんない。おい、ふざけんなよ、こいつ。お前、ゴキブリじゃねえんだからさ。おいえいーバカじゃないの、お前。え、お前、ゴキブリかよ。え、なんでそのお前、大きさ、ええー、あ、まあ、ええー、す、すげえな、お前。す、すげえな、お前。ええー そのままでかさべ、そこに潜り込めるって、ど、どういうことえまあまあまあいいや。うことで、えー、まあグラフィックボードが壊れてしまったので、ちょっとエイペックスの配信ができなくなってしまったので、あのまあ、まあ、できるゲームできないゲームがあると思うので、グラフィックボードにもちょっと限界があると思うんで。えー、なので、その辺をちょっと考えつつ、まあマインクラフトバロラントの方の動画をね、上げれたらなと思います。はい。まあ,あんま動画上げてないんだけどね、ます。うことで、はい。じゃあ、バイバイ。 ナッツほら、お挨拶しなさい。ナッツちゃーんチョンチョンチョン。チョンチョンチョン。こいつ、かわいかねえな。かわいいんだよなおいバイバイ。